さんと未来くん。問題。この未来ゼリーのメインレタスのシーザーサラダに隠された未来思いのすごい秘密とは？はい、消費期限が1年後。ブブー、正解は、このサラダに使われるのメインレタス、実はベジタブルプラントに収穫されたんです。ベジタブルプラント？畑じゃないから気候に左右されにくいのです。へえ。だから安定して収穫できるんです。しかもシャキシャキじゃないですか。よくお分かりで。未来のためにつなぐおいしさ、未来デリ。